はい、第二スタジオから IPO のコーナーをお送りいたします。本日 ETF 市場に新規上場が一件ありました。iShares MSCI Japan 気候変動アクション ETF 証券コードが二二五ゼロ、こちらが新規上場となりました。こちらにはですね、それそのファンドを管理運用していますブラックロックジャパンから ETF 事業部門 ETF 事業部長越前也道平さんにおいでいただきました。 一前屋さんおめでとうございますありがとうございます、えー、ブラックロック石、えー、前屋ですでこの度、えー、弊社ブラックロックはですね東証上場では二十九本目となります iShares MSCI Japan 気候変動アクションあ ETF を上場をいたしましたはい、えーえーえー、気候変動アクション ETF と まあ、サステナブル ESG に注目した ETF ということですが直近のトレンドどううなっているんでしょうか、はいえー、図でお示ししてますのが世界の ETF 市場におけるサステナブル ESGETF のこう残高のまあ比率とです、ねえー、資金流入に対する比率をお,お示ししております。 で世界の ETF 市場は、えー、大体10兆ドルぐらいの市場までに成長しておりましてサステナブル ETF は、ね、4000億ドル、まあ、ほぼ4%を占めるところまで成長をしております。うんうん で資金流入に占める比率はですね、え8%とまあ非常に高くてですね、ここもあのまあ需要背景に伸びていることがまあ示唆されているのかと思っております。少し皆様にあのまあ背景をあのご説明させていただきたいんですけれども、世界の大企業がですね、ネットゼロ社会をこう実現するために。 炭素排出量を削減するということに相当コミットしていることは皆様もこのコミットメントがですねこの資本の大規模な再配分を促すと当社ブラックロックでは考えておりましてお示ししました ETF 市場における資金の流れなんかもですねそういったものを こう示唆しているものではないかと我々は考えております資金流量の割合8%ということですね今回の ETF の特徴まあどういったものになるっているんでしょうか ありがとうございますあの今回の ETF はですねあの、まあ、非常にあの魅力のある ETF をまあご提供できていると思っておりまして企業がですね気候変動に対してこうどう取り組んでいくかまたあのエネルギーのこう活用をですねどう変革していくかということはまあ非常に重要なあの課題だと思っておりましてで取り組み以下ではですね勝ち組となるメ、ま、デ、あ 銘柄も当然出てきますでしょうし逆にこう負け組みとなってしまう銘柄も出てきうるという状況かと思います。ですので、ねまあ、あの本、まあ、ETF はですね企業の気候変動への取り組みですとかエネルギー活用のこう変革をですね投資の評価項目の重要なこう時空として盛り込んだ ETF になっております。 これはの通常のです、ね、こうリスク分析に加えまして、まあ、そういうことをここであの少しご紹介申し上げたい特徴としましては例えば現在は非常にその炭素排出量に関しては高い企業いわゆるこのブラウンな企業です、ね、が炭素排出の削減を目指す。 でその過程においてですねさまざまなこう技術革新がえこう活発化活性化されるものと考えております。 で逆にです、ねうん、今はその取り組みはこう前向きなんだが、まあ、そういった企業がです、ね、こうさらに気候変動エネルギー活用のこう変革に取り組むことによってさらにこのテクノロジーのです、ね、こう技,術革新技術促進技術開発がです、ね、こう加速していくことが、まあ、想定されるかと思います。 でですの,であの、まあ、本プロダクトの一つの,あの魅力がです、ねえー、気候変動エネルギー活用のこうトランジション変革という部分についてさまざ、あ、まな立ち位置から、えーまあ、日本企業がです、ねまあ、取り組む様にこう幅広くアクセスできるというところが、うん、あの本 ETF の非常にあの面白いところだと考えております。 でまあ、少しあのかいつまんで、えー、この本 ETF のです、ねえーまあ、指数のユニバースですとかあとは ETF の設計なんかをご説明、えー、申し上げればと思っております。で えー、そうですね1ページ戻していただけますでしょうか本 ETF は NSCI= ジャパン、えー、気候変動アクション指数をまあ基本、うん、トラックする ETF でございまして特徴としましては、えー、特定のセクターを除外しない先ほど申し上げたとおり、うん、ブラウンな銘柄もあればグリーンな銘柄があります。幅広いエクスポーージャーを持つことによって、まあ、それら銘柄群がです、ねえー、こう変わって ていく様を捉えていくというようなあ。投資になります。でまあ、2番目はですね。あの、現在のこう探査排出量だけではなく、取り組みをまあ評価するとで3番目の特徴としまして、こう分かりやすいま設計になっているとな、なぜ分かりやすいかと申しますと。 こうえー、こ時価加重その、はい、おまあ時価のおおあれですね、えー、こう大きさによってですね、うん、銘柄が、うんえー、ウェイト付けされますので<っ>どの銘柄がなぜ、えー、こうどれだけ指数個別銘柄に配分されているかということがうん、うん、まあ感覚的にわかりやすい指数になっております、はい、で少し細かめにあのご説明を続けさせていただきますと、まあ、ページをめくっていただきまして。 投資のユニバースはです、ね、基本 MSCI ジャパン指数になりますでそこからスクリーニング、うんうん、個別銘柄のランク付けで、うん、銘柄決定しましてウェイトを決定付けしていくという流れになります、うんうん、分かりました、えーまあ、そ,うそういった形で選ばれた銘柄どういった銘柄が入っているのか。 次にご紹介いただきましょうか、はいとお,まあ、お示ししてますのがトピックスですとか MACI ジャパン指数なんですが、うん、まあご説明申し上げたとおり自家加重していきますのでこう選別された銘柄のです、ね、ウェイトは、えー、一般的なトピックス MACI ジャパン指数に対しまして高くなっております。うん分かりました まあ、ここには、まあ、トヨタをトップに、えー、日本株主力銘柄がずろっと顔を並べていますね。えー、そしてパフォーマンスなんですけれどもどうでしょうか、はい、パフォーマンスはですねこれ過去5年のおこうトラックレコードをお示ししてますがトピックス、MSCI ジャパンの両、ね、指数に対しまして おおむねアウトパフォームしてございますこれですとトピックス37.9に対して気候変動アクション指数が42.5アウトパフォームということですね、はい、なかなかいい成績になっていますそして 改めてですね、あの商品概要今回の ETF についてご紹介いただけますか。はい、あありがとうございます。えっ、ー、とお示ししている通りですね、証券コ、うんえードが2250、MSCI Japan 気候変動アクション指数をトラックいたします。で本日、えー、東京証券取引所に上場いたしました。 で配当はですね年2回予定しております。で新た報酬なんですけれども税込みで0.088%で一つの特徴がですね500億円を超えた部分につきましては、うん、段階料率を採用しておりまして、うん、500億円を超えた分につきましては0.066%になります。わ、はあ、かりました。えー、最後に。 投資家の皆さんにメッセージを送っていただきましょうか。はい、ありがとうございます。あの本 etf ですね。まあ、非常にあの魅力的なものをご提供できていると考えておりまして、ご紹介しました。このトランジション投資という分野はですね。まあ、今後投資をしていく中で、まあ、主流な主要な。 分野になっていくと、まあ当社ブラックロックでは革新しております。で、そのような投資機会ですね、こう幅広くアクセスしていただける ETF を今回は上場をいたしましたえ。皆様の資産形成のですね一助にしていただければ幸いでございます。はい。 え本日、ETF 新規上場ありました iSharesMSCIJAPAN、えー、気候変動アクション ETF、まあ、これを管理・運用しますブラックロックジャパンから ETF 事業部長の越田屋道平さんにおいでいただきました。谷さんどうううもあありりががととごござざいいまましたす